お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2022の開封動画です。今回はね、こちらはですね、プロ野球選手ならずね、いろんなね、方がね、出ております。こちらはワンボックス20パック入りでワンボックス5枚入りとなっております。私のスタイルは皆さんも知ってる通り、20パック入っておりますのでね、10パックずつね、前編後編に分けてやるシステムを取っております。今ね、10パックをね用意しております。ちょっと待ちくださいね。はい、でまずね、6、7、8、9、10パックとなってます。で、こちらの10パックが前編で、残りのね10パックがね、後編となってます。ちなみにね、こちらのね方がね出ております。ではね、早速やっていきたいと思います。ではいきたいと思います。まずはね、前編1袋目の開封動開封していきたいと思います。こちらですね、モータースポーツの角田裕毅選手です。で、これは陸上競技の北口榛花選手でございます。で、ラグビーの堀江翔太選手でございます。で、こちら王貞治選手のね、カードでございます。インスパイアでしょうね。はい、で、ソフトバンクホークスの川崎宗則選手でございます。今はね、独立リーグのね、栃木の方でねやっております。さあ、袋目でございます。サスケのね山田勝美さん選手でございます。なんとね、山田勝美さんも出てるんですよね。アイスホッケーの志賀茜選手でございます。競泳の水沼直樹選手でございます。オリックスの、山本由伸投手でございます。プロ野球の山崎武選手でございます。3袋目でございます。こちらですね、青木真也選手でございます。こちらね、MMA でございます。これは、総合格闘技ですかね。はい、間違ったらごめんなさい。で、大相撲のね、照ノ富士春夫関でございます。横綱でございます。ボクシングの井岡一人選手でございます。おじさんも元ね世界チャンピオンでございますね。競馬のですね、今村聖奈選手でございますが、ちょっとこちらをご覧ください。白サイン付きでございます。ちょっと見えませんかね、こちらですね、ここにこれですね、ね、これ書いております。こちらがね、120枚の限定カードでございます。はい、これが120分の52でございます。ちょっと見えにくいですけどね、書いております。はい、続けていきます。巨人の岡本和真選手で内野手でございます。4袋目でございます。これはスキージャンプの葛西紀明選手でございます。ボクシングの井上尚弥選手でございます。モーグルの堀島行真選手でございます。で、千葉ロッテの佐々木朗希選手でございます。横浜の牧秀悟選手でございます。はい、5袋目でございます。
これはクリケットの宮地静香選手でございます。で競馬ですね、藤田奈々子騎手でございます。陸上競技の佐藤風雅選手でございます。でインスパイアですよね、武尊選手でございます。 K1 選手でございます。で渡辺久信選手でございます。こちらね西武ライオンズ時代でございます。で6袋目でございます。ウォールス・ジュニアン選手でございます。陸上競技でございます。ジャイアント・シロタさんでございます。フードファイトでございます、ね、ジャイアント・シロタさんもね参戦してますね。で高橋尚子選手でございますね、マラソン選手でございます。読売ジャイアンツね上原浩二選手でございます。横浜のね山崎康明投手でございます。7袋目でございます。卓球のですね伊藤美誠選手でございます。ちょっとね移動してごめんなさい、ちょっとね出します。でサッカーですね三浦知良選手でございます。まだ現役でございますね、すごいですね。はい。で、バスケットのマウリ・ステファニー選手でございます。陸上競技の武井壮選手でございます。中日ドラゴンズの各源氏選手で投手でございます。懐かしいですね。はい。で、これ7袋目でございます。モータースポーツの平川亮選手でございます。騎手の藤田奈々子騎手でございます。なんとね、懐かしい方いますね。これエレクトロニックスポーツのね、高橋名人でございますね。懐かしいですねちょっとごめんなさい、ちょっとねずれましたので、ちょっとね移動します。はい、続きましてオリックスの吉田正尚選手でございます。広島東洋カープの西川龍馬選手でございます。8袋目でございます。スキージャンプの葛西紀明選手でございます。でプロレスラーのね長州力選手でございます。でこれがアーティスティックスイミングの乾友紀子選手でございます。でヤクルトスワローズの奥川恭伸選手で投手でございます。で読売ジャイアンツの上原浩二投手でございます。で9袋目でございます。K1 の武尊選手でございます。これねアイスホッケーの床遥香選手でございます。で懐かしい選手出ましたね、プロレスラーの坂口誠二選手でございます。でジャンノルディック複合の渡部暁斗選手でございます。で王貞治選手でございます。前編ラストの10袋目でございます。将棋の加藤一二三、九段でございます。で九段だから間違ってるかもしれませんけどね、その辺ご了承ください。富田瀬那選手でございます。これスノーボードでございます。こちらね競泳の青木レオナ選手でございます。で読売ジャイアンツの高橋由伸選手でございます。監督経験がございます。で最後に杉谷健士選手でございます。
我が北海道日本ハムファイターズのね、選手でございます。はい、以上でございます。以上で BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2022の開封動画前編を終わりたいと思います。前編の方ではね、直筆サインカードは出ませんでしたが、競馬の騎手ですね、今村騎手のこれ白サインカードが出ました。後編の方でね、ひょっとしたらね、直筆サインカードが出るかもしれません。ぜひ去年はですね、ちょっとねびっくりするあの選手の直筆サインカードが出ましたのでね、期待はね大でございます。よかったら後編も見に来てください。ありがとうございました、ね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。改めてありがとうございました。